国司は中央貴族が任期を定めて派遣されたのに対し、軍司は在地の地方豪族が終身制、世襲制で任命されました。九州には太宰府という役所が軍司、外交上の拠点として置かれました。所管庁の役人は、上、助、上、左官の四等官と下級役人で構成されていました。官庁によって書き方が異なりますが、読み方はいずれも上、助、上、左官です。また、貴族は子孫に位階を与える恩位の姓をはじめ、様々な特権を持っていました。